ございます、新右衛門です。今日は滋賀県の奥伊吹モーターパークというところに来てます。今日はですね、ポルシェスプリングフェス、通称 PSF というイベントが開催されるのでお邪魔しました。続々とポルシェが集まってきて、今日は380台ぐらいエントリーしているということなので、また会場の様子をラフに撮っていきたいと思います。ネットなんかでも気軽に検索していただければと思います。加藤直也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、どうぞ中心の方に。370台ぐらいお集まりいただきました。本当ポルシェただけの一日、今日は皆さん楽しんでいただきましょう。よろしくお願いします。ミラモはですね、今月で1周年を迎えました。今後とも皆様のお力に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私もまだ7年ですが、ポルシェボクスターのオーナーをしておりまして、もう今日はちょっとね、感無量です。30年弱ほどポルシェの専門誌を作っておりますが、これだけ集まるイベントっていうのは記憶にありません。キャンセルしますね。
程度ついてないと思いますけど、通常はこのままついてますという状態になりましたので、はい、このまま使っていただきたいと思います。ありがとうございます。上げます。ひまわり号、ひまわり号、オーナーさん、あ、違います、すいません、あ、そこにいますけど全然、あの、部外者です全然大丈夫です。なんか お気に入りのようで、はい、かっこいいですもん。ありがとうございます。っていうか、私、あの 4.0 の、 あのパワートレインが、エンジンが好きで、うーん、乗って最高の車なんですよね、このミッドシップっていう、このカテゴリーの中で、あっちにケイマンもあったんですけど、うん、そうですね、はい、ケイマンさん、あので私一台ボクスターを選んでるんで、うん、屋根焼きじゃないのにしようと思ったんだけど、うん、このもうこの心を奪って、動かされ動かされたというか持ってかれた。ながら次世代で進んでいくであろう。これがだから難しいんですよ。もう振り回されるというか、はい、もうポルシェが大好きで大好きで、その古い車も新しい車も楽しんでいらっしゃるわけですから、はい、それがねなくなっちゃうってことは僕は思ってません。はい、